西国選手、はい、判定勝利おめでとうございます。ありがとうございます。判定スプリット2-1ということで、はい、スコアも28対29がで2者で3で向こうに一人という形ですけど、はい、どうですか試合を終えて。そうですね、あの正直な気持ち負けたと思ったので、試合終わった瞬間に勝村さんに負けてすみませんでしたっていう謝罪はしました。あ、判定出る前に？はい、もう自分でも負けたなと思ったので、<laughs> <ん> 2>, 2ラウンドもう取られてたので。 3ラウンド目頑張っても多分間に合わないかなと思ってちょっと何とも言えない結果になってしまったことに本当に深く反省をしています、うん、3ラウンド目はしっかりテイクダウンさせずに、はい、的確に打撃を当ててたイメージがありますけど、ね、そうですねもう前に出なきゃいけないっていう気持ちもあったんですけれどやっぱりなかなか前に出るのが怖くなったというかカウンターだったりとかテイクダウンの速さが結構。 自分でも思っている以上に早かったのでなかなか前に出れないで見合ってる時間が多い3ラウンドだったかなっていう、うん、そうそう今思った以上に早かったっていうのを今言いましたけど、はい、やっぱりこう、はい、タックル入る時も低すぎて見えなくてでらに早いので対応がなかなかできなかったっていうのと。 メイ選手くらいの身長の選手となかなか練習ができなかったっていうのもあって身長のこの何、うん、ですか差が全然イメージつかなかったっていうのはありました、ね、案外リーチ差で結構いけるかと思いきや、はい、的がち、ね、小さい相手と練習しないと、はいそうね、急に、ね、的が小さくてね、はい、なかなか難しかったりするパターンって結構あるんですよね、はい、私も経験したことありますけど。はい だから本当になんか自分が練習してきたことを出せなかった試合第2弾という感じですね、今年は <laughs>、はい。とはいえ、はい、これ、えー、っとじ次の、ね、王者決定戦に駒を進めたわけじゃないですか、はいはい、その辺のの思いも聞かせてもらっていいですか。そうですねやっぱり 自分が苦手な部分がまた今日はさらに明確になったと思うのでそこを潰していくっていうのと、まあ、本当にもっともっと体力をつけてフルラウンドをガンガン動けるくらいにしていかないといけないかなっていうのはすごく感じましたで相手のもう決まってもサラミ選手、はい、ちょっとここ少しあのその話っていうか、ねはい、印象とかどう思いますそうですね彼女もオーールラウンダーなんですけど比較的打撃より寝技の方が 強いイメージでジニー選手も今回結構、テイクダウン取られてからがずっとこつこつっていう感じだったのでそういう展開にならないように、まあ、な自分でしていかないといけないっていうのと積極的に自分で今日みたいな流れにならないようにどんどん手数出していかないといけないなっていうのは感じまましたまあね BB ビビ選手ももちろん強が強いですけどさら、はい、に強敵っていう感じに私も思うんですけど。そうですねなんかあの 記者会見の時になかなか練習してないんだっていう話をされて練習してないのに3か月でここまで仕上げてくるってやっぱりやばいやつだなと思ってでもねそれはあれですよ、はい、きっとあの受,験勉あ受験勉強じゃないテス,ト前テストの当日私全然勉強してないって言って、はい、本当はちゃんと勉強してて高得点取るやつみたいな <laughs> そ,うそういうパターンもありますからねい、はい、そういういパターンだったのかもしれないですもんす 友達としても仲良くもしてたし一人の選手としても尊敬はしているので本当に友達だかから遠慮するとかそういうのも全くないいし、うんまあ、そういう仲良くしてきたからこそ、はいいいい戦いがしたいでですすよねねそうですね私以前食事食べに行った時に戦ったらどうするっていう話をして「まあ、その時はその時だよね」でもお互い違う団体に出ていたので戦うってことはないだろうなと思ってたんですけどまさか。 戦うということになってしまったのでその、その時のもうし子話がそうですね、ね現実になるっていう <laughs> まあなかなか面白い話ですね。そうですね、面白い本当に軽く話した話がこう現実になるって、うん、なかなか持ってる人間なんだろうな私たちはっていう、うん、なんかねめぐり合わせがあるんですよね。はい、面白いと思います。うん、まあその辺の思いも含めてやっぱりこういい試合してほしいですね。楽しみです私も。そうですね。<も>はい。 やっぱりなんか私は特徴的な動きがあんまりないというか得意なものがあんまりないのでそのパッとするものをこの3ヶ月間で掴んでサラミ選手に勝ちたいと本当に思ってます最後にカメラに向かってはい一言お願いしますと、はい、来年の3月私が一番似合うと思うパンクラスのベルトを巻きますので皆さん応援よろしくお願いいたしますセイクいい選手ありがとうございましたありがとうございました。